ハプナビーチ州立リクリエーションエリアの空撮ハプナビーチ州立リクリエーションエリアとはアメリカ合衆国ハワイ州のハワイ島にある大きな公園と砂浜を言う。ハプナビーチプリンスホテルもビーチに隣接している。ハプナは文字通りにはハワイ語で春または水たまりを意味していてこの公園は住民にも旅行客にも人気がある場所である。この海岸は ビッグアイランドの西海岸にある、数少ない白浜海岸の一つである。他には、クアワン、マウナケアビーチとして知られる、カウナオアワン、スペンサービーチパーク、スペンサービーチパークなどがある。1993年には、ドクタービーチドクタービーチとして知られる、フロリダ大学のスティーブン・レザーマン教授により、アメリカのベストビーチに選ばれた。この公園は25.0ヘクタールあり、 ハプナビーチロードはハワイのカワイハイから南へ約3 7トルのところにある。アラカハカイ国立歴史トレールの一部は北のスペンサービーチから南のプアコまで公園内を走っている。ハプナビーチには監視委員がいるが外洋から保護されていないため波が強い状況では危険である。毎年夏ハプナでハワイ軍主催のジュニアライフガードプログラムが 12から17歳の若者向けに開催されている。入場料は、住民は、無料で、訪問者は5ドルであるハプナビーチのパノラマ。ありがとうございます。